治安が悪いらしいのでね、特に地下鉄は気をつけようと思います。はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイキプロックです。はい、ということで今アルゼンチンに入国してきました。はい、ブエノサイレス。ブエノサイレス、ブエノサイレス、ブエノサイレスです。めちゃくちゃいい空気という。あ、そうなの。スペイン語で、はい、ブエノスがいい、アイレスが空気、そんなに空気良くないけど、ガソリン臭いけどねというわけでね、今日はフリーツアーに参加してね、ブエノスアイレスの歴史を勉強しようと思います。はい、で雨が降らないことを祈りましょう。そう、今ね、天気悪いんだよね。そう、今までね、チリにいてずっとピーカンの抜群に天気良かったから、久々に天気が悪くてね、ちょっと気分が落ち込んでます。でも元気です。ということで、今ね、フリーツアーの集合場所にね向かうので、地下鉄があるんだよね。ブエノスアイレスには地下鉄があるんですよね。だからモダンです、かなり。ということで、向かいます。これがメトロかな。乗っていきましょう。おお、電車来ました。ブエノスアイレスね、治安が悪いらしいのでね、特に地下鉄は気をつけようと思います。やばい、決まりました。歌ってる。多分これね。歌ってる人がいます。ティッシュ配ってる人もいる。アルゼンチンの電車にはいろんな人がいます。俺たちにはティッシュくれなかったけど外人がシステムがわからないから盗むかもしれないから。まあでもびっくりしたことは、アルゼンチンの人たちみんなね、誰も嫌な顔せずにとりあえずティッシュを1回もらってます。多分回収しに来るんだね、あの人が。もう1回文化の差を感じるよね。日本でもしやったら嫌な顔する人とかさ、この通路にさティッシュをポイって捨てちゃう人もいると思うけど、みんなちゃんと回ってくるまで待って、買いたい人は買う、いらない人は返すっていうのをやってる。文化の違いです。着きました。オラオラー、マーケット。ノーアワカデアワカデアレアシロサカテナハブグッデイ。はい、今地下鉄降りて街中を歩いてます。さっきねちょっとググったんですけど、アルゼンチンのブエノスアイレス、意外と治安が悪いみたいです。ダウンタウンの中心はまだ治安いいと思うけど、まあ、エリアによってはね、強盗とかひったくりとかが多発するエリアもあるらしいので、ちょっと危険な地帯にはなるべく立ち寄らないように、まあ、立ち寄ったとしたらカメラ隠すように気をつけながら歩きたいと思います。はい、とうとう雨が降ってきちゃいました。なんか外人ってさ、全然傘差さないよね。何なんだろうね、濡れるの気にしないのかな。気にしません。今ちょっとお腹減ったからね、カフェ、フリーツアーに参加する前にカフェに立ち寄ってサンドイッチとコーヒー食べます。めっちゃうまい、これ。ちなみにあのブエノスアイレスに何でもある。今日のフリーツアーメンバーがめっちゃ多い。ちょっと今ガイドさんから教えてもらったアルゼンチンの歴史をちょっと共有しようと思います。でね、他のね南米の国と一緒で16世紀にスペインによって植民地支配が始まりました。でただこのアルゼンチンってね、資源があんまり豊かじゃないらしくて、まあ、シルバーとかゴールドとかそういうものがあんまりないから、スペインもこのアルゼンチンをコロナイズした時にあんまり重要視してなかったんだよね。まあ、唯一言うとしたら、ブラジルはポルトガルが植民地にしてたから、ポルトガルが南下してくるのを防ぐために
まあ一応アルゼンチンは取っとくかみたいなノリだったらしいです。19世紀前半までスペインのコロナイズが続いて、19世紀前半に独立が起きます。独立が起きるんだけど、19世紀の半ばは内戦が起きて国が一つにまとまらなかったらしいです。40年から50年ぐらい内戦が起き続けて、19世紀後半から20世紀の初めにかけて、ここでようやく国が一つにまとまるということらしいです。でその後にこのアルゼンチンのブエノスアイレス、街が急速に発達したので、プログレッシブのイメージのヨーロッパのような街を作りたかった。まあ現代にかけてね、急速に街がヨーロッパ調の街が出来上がるっていう感じですね。はい、以上です。以上でございます。引き続き参加していきます。人は多いです。はい、なんと今ここ世界一幅の広い道路です。はい、16レーンもあって、すごくない？16レーン、めちゃめちゃ広いでね、歩いて渡れるんだけど、信号が 1,2,3,4,5,5 個信号があるので、一気にはね渡れないです。これ基本的に一気に渡りたいなら走らなくてないらしい。やばくない？走らないと渡れない道路、はい、でこのように車がめちゃめちゃ走ってます。本当に広い。広すぎてやばい。一番広い道路は実はブラジルにあって、2000年の初めにブラジルがこれよりもね広い道路を作っちゃって、世界一のギネス記録は破られたと。だからアルゼンチン人が悲しい。そう、アルゼンチンとブラジルってね仲が悪いらしいです。多分ねメインの理由はサッカーかな。ブラジルとアルゼンチンって常にね南米でナンバーワンを争ってる国なので、そこが原因でそんなに仲が良くないらしい。隣の国は基本的に仲良くないよ。それは日本人は分からないかもしれないけど、隣の国がないから。日本は幸せだね。隣の国がなくて島国だから。まあそれでも韓国とかと仲悪い。まあ確かにね、あれは日本と韓国やめましょう、はい、ポリティカルマテリアルは喋らないことにしましょう。別に僕あんま意見ないんで、まあ、僕韓国人大好きだし、ね、やっぱね留学とかしてるとね、いろんな国の人に会って、そのいろんな国の人とね一人でも友達ができると、あんまりねその国のことを嫌いにならないし、まあ世界にはいろんな人がいるし、みんな仲良くしましょう。そういうこと。今意外といいことですよね。みんな仲良くしましょう。そう、なんかどの国の人が嫌いとかね、そういうのやめましょうね。あと私のこと大好き。関係ないですけど。やばいですけどこの女、俺ドイツ人嫌いです。はい、ちょうど今ねフリーツアー終わりました。ということでお腹減ったから夜ご飯食べに行きます。昨日はあのモールのフードコートで夜ご飯を食べてます。美味しかったから今日も行きます。のやってきましたフードコート。ここのフードコートめちゃめちゃ種類あるんだよね。ベジタリアン、ピザ、パスタ、ハンバーガー、KFC、日本食、中華料理、何でもあります。じゃあ俺は KFC 食べようかな。はい、ということでホステル戻ってきました。ケンタッキー、サブウェイ。サブウェイ見て、やばいよ。分かんない、日本のサブウェイにあんま行かないから、ちょっとボリューム感の違いとかよく分かんないけど、ちょっとやばくない？これアルゼンチンのサブウェイ。どこのサブウェイ？やっぱ、もうこれ詰め込みすぎでしょ。エブリシングって言ったでしょ。あ、エブリシング2回ぐらい入れた。これが海外のサブウェイです。ということで、もう今日もおしまいっす。ご飯食べて、風呂入って寝ます。ということで、いただきます。そして、バイバーイ。はい、ようやく今ねボカ地区のカミニートっていうところにやってきました。でも左すごいね、めっちゃ
ありがとう、アルゼンチン最高。そんなの関係ねえよ、パンピン。